はい、どうも、ヒューガーでございます。イットボール、本日の動画は、センターバックの育成紹介になります。よろしくお願いします。この仕様になって、だいぶ育成変更っていうのが大事になってくるなっていうのを、まあ、感じているので、今日から、まあ、これシリーズ化、今回のが好評であれば、各ポジションをやっていきたいなというふうに思ってます。まずはセンターバックから、紹介の方をしていきたいと思います。今日はランキング形式というよりは、今僕が、使いたい選手、もしくは使ってる人が多いなっていう選手、もしくはトレンドになっている選手、この3つの要素から、選手を11人選んで、今このスカットに配置してます。今日はこの11人の育成を順番に紹介していきたいと思います。リュカ、マルディーニ、アラウホ、ファンダイケ、エジミンソン、トミヤス、ライカールト、ファンブイテン、ファンデ、ファンブイテン、ファンデーフェン、ここがちょっと、あれでしたけど、トゥラム、グバルディオル。ルトラが、もう、未だにね、わかんなくなっちゃうんですけども、紹介していきたいと思います。下から行きましょう、まずは。リュカ・エルナンデス。これね、スタンダードで、まあ、持ってる人ね、かなり少ないかなと思うんですけど、イーフットボール初期の方に来た守備的サイドバック。なので、もう、イーフットボール初期からやってる人は、キープしてる人多いんじゃないかなと思います。これがね、ここに来て、今からでも、強くなれそうな、なる選手。まずタレントデザイン紹介。クイックネス8、脚力13、エアバト7、ディフェンス10ということ。これかなりぶっ壊れてるんですよね。すげえバランスいいし、ディフェンス能力全部90以上に乗る。プラス、フィジカルも85までいく。で、スピションが88。まあ、このシャビアロンソ込みですけど、87まで上がってます。で、まあ、弱点は逆足がやや低いですね。はい。これ未だに十分使える能力してます。すごいね。これはイーフト初期から、で、足元もそこそこありますから、まあ、リュカはね、この仕様になってもまだまだ使えるんじゃないかと思いますので、ぜひ、使ってみてください。はい。続きまして、今度上から行きましょう。ここはね、もう大本命なので、ぜひ紹介したいので、で、最後にね、撮っておきたい。みんな見てください。ということで。続きましては、グバルディオル。グバルディオルは、こんな感じ。クイックネス7、脚力6、エアバト13、ディフェンス10と。いう感じで上げてこの育成になってます。まあ、ただね、グバルディオルはかなり、物足りない。正直。今の仕様だと。まあ、でも頑張ってフィジカル91乗せたので、多分弱くはないと思うんですけど、まあ、他のライバルたちが強すぎるので、そこに勝てないかなっていう感じがしてます。やっぱりディフェンス数値がね、ちょっと物足りないかな。っていう感じですね。ただジャンプは高いので身長185センチなんですけど、この育成すればまあそこそこ競り勝てるようになるかなというふうに思います。まあ僕的にはこの 4CB してる人だったらここの端っことかね、まああとはサイドバックでディフェンシブつけてとか、まあそういう育成がいいんじゃないかなと思います。ちょっと待って、これわかんなくなっちゃうね、上から行ってるから。はい、続きましてチュラム行きましょう。チュラムはタレントデザイン紹介。クイックネス7、脚力7、エアバト12、ディフェンス12、上げてます。まあやっぱり今回の仕様になってかなりね、フィジカルコンタクトっていうのは大事なので、90近くは欲しいよねっていう感じですね、なるべく。で、チュラムは182センチ、身長がちっちゃいので、まあちょっとどうかなっていう感じがあるので、まあ右サイドバックで使うのがセオリーかなという感じですかね。まあもしくは右 CB みたいな感じで、まあ、真ん中2枚の人は、チュラム真ん中にはなかなか置きづらいかなっていうふうには思いますが、いかがでしょうか。追加スキル僕はワンパブロッカーエアバットつけてます。まあ最終ラインに置く選手でエアバットついてない選手がいるのであれば、ぜひつけてあげてください。ブロッカーも同じくですね。この辺は必須スキルになってくるかなと思います。引き続き。はい。まあ、テュラムもね、地上戦強くて、しかもこの育成するとね、フィジカル上げるついでに実はジャンプ、ヘディングも上がってるので、実は競り合いも勝てるようになってるっていうね。はい。行きましょう、続きまして。エジミューソン行きましょう。エジミューソンに関しては、まあ、この選手は、アンカーでね、DMF の選手ではあるんですけど、まあ、結構 CB で使ってる人も未だに多いという選手になってます。で、これちょっと育成変えてみたら結構強いんじゃないかなと思ってて、クイックネス8、脚力8、エアバト9、ディフェンス11上げて、ブースタースカット入れてこの能力。強くない？ディフェンス95、ボール出し92、アグレッシブネスちょっと低いんですけど、守備意識は91、スピード87、瞬発81、で、キック力91、で、ジャンプ92、フィジカルも90乗ります。で、スタミナ90あるという感じで、これかなり強いんじゃないかなと思います。普通に今ガチ使えるレベル。はい。
で、追加スキルはブロッカー闘争士につけてあげてます。という感じですね。まあ、センターバック迷ったらちょっと使ってみてほしいですね。僕もちょっとこれ試そうかなと思ってます。はい。続きまして、これちょっと戻して、ファンデーフェン行きましょう。ショータイムファンデーフェン。タレントデザイン。クイックネス4、脚力6、エアバト6、ディフェンス14。上げてます。はい。で、こんな感じ。まあ、もっとね、スピ旬上げして、ディフェンスセンスも90乗っける育成を前までしてたんですけど、まあ、これも同じくで、やっぱりフィジカルをちょっと上げたいということで、85まで持ってくる育成にしました。ただ、ファンデフェンはね、ディフェンスセンスが80、この育成だと88ですし、まあ、フィジカルも、ちょっと物足りない。まあ、身長あるんですけどね。フィジカルコンタクトの数値がちょっと物足りないので、左サイドバックでディフェンシブつけて使うとか、真ん中2枚には使えないかなって感じですかね。はい、続きましていきましょう。ファンブイテンいきましょう。まずタレントデザイン、クイックネス6、脚力6、エアバト8、ディフェンス12上げて、この能力ですね。まあスピシュンがやっぱり低いので、そこがどうかっていうところと、僕はショートカウンター使ってるので、ちょっと使いづらそうかな、さすがに重そうっていう印象です。はい、ロングカウンター使ってる人とかにはかなりいいんじゃないかなという感じですね。ただ今回の仕様をね、ついてる能力というか、フィジカルコンタクトが99いきますので、まあ、育成によって100いきますので、しかも今回のね、無料引き換え券のエピックで当たる選手でありますので、かなり今使用率が上がってきている選手でございます。ただ、今無料でもらえるから使用率上がってるけど、正直、強くないと思いますよ、僕は。はい。まあ、今回は使用率が高いので取り上げさせていただいております。スキルはこんな感じですね。まあ、インターセプトは確実につけてあげたいかな。はい。そんな感じで、考えております。ファンブイテンでした。続きまして、ライカールト。まあ、未だにね、あれなんですけど、僕、オランダライカールト取ってなくて、このライカールトなんですけど、育成紹介していきたいと思います。クイックネス8、脚力10、エアバト5、ディフェンス13と。いう感じで上げてます。まあ、正直これね、もうちょいフィジカル上げてあげたいんですけど、ライカルタも絶対真ん中で使いたいですね。まあ、なので、まあ、できればディフェンスもうワンポイントぐらい減らして、フィジカルに触れるように、まあ、あとはスピードをちょっと抑えてっていう育成もありかなと思います。はい。まあ、例えばこれを脚力を8ぐらいにしといて、でこっちエアバト8にするという感じでバランス取る。こうするとフィジカル90になるので、まあ、これがいいかな、ベストは。うん、これがいいと思います。サイドね、ちょっと紹介しますね。クイックネス8、脚力8、エアバト8、ディフェンス13。まあ、このバランス育成が結構良さそうです。はい。これ強いね。このライカルトは相当強いんじゃないかなと思います。瞬発さえ気にならなければ。はい。で、追加スキルはヘッダー。ヘッダーは別にいらないですけどね。エアバトルだけはつけてあげたいですね。確実に。はい。僕、このライカルト912試合使ってます。はい。続きましていきましょう。マルディーニ。まあ、ミランマルディーニでもいいんですけどね。まあ、似たような能力になればいいかなと思ってますが、クイックネス10、脚力11、エアバト6、ディフェンス11という上げ方をしていて、まあ、このマルディーニは、真ん中で使うつもりはなく、サイドバックで使うようで、ディフェンシブつけて、育成しました。なので、フィジカルはまあ、82ぐらいあれで、まあ、とりあえずいいかなっていう感じで使ってて、まあ、十分強いです。はい。バランスが良くて、逆足最高最高ですし、で、フォートレスもついてますし、で、追加スキルもね、エアバトつけてあげれば十分強い選手です。っていうか、もう普通に、まあ、十分というか、なんか、過小評価な言い方になっちゃうけど、めちゃめちゃ強いです。はい。続きまして、富安行きましょう。こちらもね、育成迷ってる方いるかもしれないですけども、振り直しに、クイックレス9、脚力11、エアバト5、ディフェンス12という感じで育成しております。これで十分、フィジカル90いけばいいかなっていう感じで考えてたので、はい。この育成になってます。まあ、富安はやっぱ相変わらず強いですね。スピーシュンが8985ありつつの、フィジカル90乗せ。うん。で、ディフェンス能力全部90以上。これはめちゃめちゃ強いですね。で、正直、まあ、タレントデザイン的に、ディフェンス1個減らして、スピード1個、上げてあげると、こんな感じ。ディフェンスが全部90超えで、スピードも90に乗るよ、という感じの育成になっております。うん、まあ、これの方が見栄えがいいよね。見栄え的には。まあ、ぶっちゃけどっちも変わんないと思うんですけど、対して。まあ、これもありかなという感じですね。めちゃめちゃ強い。やっぱね、富安の時代は当分まだまだ続きそうですね。はい。もう逆足最高最高だしね。だからスキルがね、僕ワンパスルパつけてて、ほんと事故らないんですよ。で、必要なスキルとしては、まあ、闘争心ぐらいつけてあげてもいいかなって感じですかね。この中だと。まあ、あとアクロバティッククリア好きな人は、ぜひつけてあげてください。てか、染谷最終ライン全部できるんだ、しかも。めっちゃいいね。
はい、続きまして行きましょう。アラウホ。アラウホ。まあ、トミヤスとね、同じぐらいずっと人気の選手ですけども、育成紹介。クイックエース3、脚力7、エアバト9、ディフェンス15、上げた育成になっております。でフィジカルがこんな感じですね。まあ、正直今見た感じね、あのここちょっとエアバトポイントもったいないからクイックネスに振ってもいいかな。うん、そうするとこれスピシュン9292強でフィジカル91強いな。でアグレッシブネスも90乗ってないですけど89ありますからね。これでこれはめちゃめちゃ強いですよ。うん、クイックネス5、脚力7、エアバト8、ディフェンス15。うん、これ強いね。はい、追加スキルも特に必要ないですよね。うん、まあ僕はなんかワンシューついちゃってるんですけど、ワンパースルーパーロングスローをつけてあげてます。まあ別にね、特に気にならなければ追加スキルいらない選手ですよね。ディフェンスさせる分には真ん中もできるし、スピシュンもあるんで右サイドバックもできるという感じで、もう素晴らしいですね。はい、ということで最後、まあ今ねかなりこの環境になって使用率が爆伸びしている選手がファンダイクですね。クイックネス7、脚力8、エアバト8、ディフェンス10振りで、この育成。フィジカルコンタクト95にいきますね。で、意外と軽いんです。軽いというか、スピシュンの数値そこそこあってね。スピード87の瞬発80。で、ディフェンスセンスが95、ブースター入って。で、ボール出し96。強いですね。で、僕も今使ってます、ガチスカで。めちゃめちゃいいです。今までの使用感にない使用感になってます。逆足頻度精度は高い高い。で、スキルこんな感じですね。まあ、ワンパとかつけてあげたら最高かなっていう感じですかね。うん。まあ、あと、エアバト、いや、エアバトついてるか、さすがに。あ、でも、ディフェンススキルは全部あるね。はい。ということで、まあ、ファンダイクね、ちょっと眠ってる人はぜひね、育成を振り直してみて、使ってみてください。僕もね、最初の1、2試合ぐらいは、やっぱ重いなとか思ってたんですけど、てか、そもそも193センチの選手って、あんま使わなくなってるんですよね。昔、ウィニングイレブンの時は195円のセンターバック余裕で、みんなバンバン使ってたんですけど、なんか、イフトになってから、実は188センチ、この、トミヤス、アラウホが、結構で、一番でかくて、まあ、ファンデメンとか最近来ましたけど、グバルディオールとかも185、ティラも182。っていう感じで、あんま背高い人使ってないんですよね。エジミンソも186、マルディニも186って感じで、まあライカルトが190、ファンデーフェンが193みたいな感じでね。なかなかこのファンデーフェンとライカルトも今使用率下がってたので、ここに来てまあでかい選手、まあおのずとフィジカルが強い選手になるんですけども、そういう選手の需要が高まってきたという感じなので、ぜひいろいろね、まあ最終ラインの選手も振り直しながら、まあ、何試合か使ってみてください。1、2試合だと僕もね、ファンダイクが使いづらいとか思ってたんですけど、まあ、自分の中でこう、使い方が分かってきてから、初めて評価するといいと思います。5試合ぐらい使って、あ、ここが弱点で、ここが強みだな、みたいな感じが分かってくると、その選手の強い使い方が自分でできるようになってきて、それが使用感として、自分の中で感じ取れるので、最初の1試合で、うわ、ダメだったはさすがに早すぎるので、まあ、5試合ぐらいが、さすがにね、使ってから評価するといいのかなというふうに思っております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。